セルゲイ・エブゲイニエビチ・ボロノフは、ロシアのフィギュアスケート選手。2008年、2009年ロシア選手権優勝。2014年ヨーロッパフィギュアスケート選手権、準優勝。2014年グランプリファイナル3位。1987年10月3日、モスクワで生まれる。1991年にフィギュアスケートを始めた。その2年後には滑走中の事故で鎖骨を折り。 両親にスケートを辞めさせられそうになったことがあるという。コーチのラファエル・アルトゥニアンがロシアを去ったため、2000年にサンクトペテルブルクのアレクセイ・ウルマノフの元へ移った。世界ジュニア選手権は2005年大会をインフルエンザで棄権した後、2006年、2007年と2年続けて表彰台に上る。2006から2007シーズンからは ISU グランプリシリーズに参戦。 2007から2008シーズンの GP、エリック・ボン・パール杯で2位となった。ロシア選手権では2008年、2009年と連覇。2008年欧州選手権では4位に入った。2009から2010シーズン、SP から積極的に4回転と3回転のコンビネーションを組み込んできた。中国杯では3位。オリンピック代表選考がかかったロシア選手権では、 トリノオリンピック金メダリストのエフゲニー・プルシェンコに次ぐ2位となり、バンクーバーオリンピック出場に王手をかける。しかし、派遣された欧州選手権で14位に沈んでしまったことを受け、オリンピック代表2枠目はロシア選手権3位のアルチョム・ボロディンが内定した。シーズン終了後、コーチをニコライ・モロゾフに変更した。2010から2011シーズン、中国杯は、 SP の途中に怪我をして危険。その怪我のためにエリック・ボン・パール杯の出場を取りやめた。ロシア選手権では SP11 と出遅れるが FS で3位、総合では4位となった。2012から2013シーズン、中国杯では3年ぶりにグランプリシリーズのメダルを獲得。ロシア選手権は2位。シーズン終了後にエテリトトベリーゼにコーチを変更した。 2013から2014シーズン、ソチオリンピック代表がかかったロシア選手権では3位。6度目の出場となった欧州選手権では、SP、FS どもに自己ベストを更新し、銀メダルを獲得した。1枠しかないオリンピック代表の有力候補だった、マキシム・コフトゥンが、欧州選手権で5位に終わったことから一躍、代表候補に躍り出たが、 ロシアスケート連盟は、怪我から復帰したエフゲニー・プルシェンコに対し例の非公開選考テストを実施すると発表。そこで4回転ジャンプを2本決めたプルシェンコが代表に内定した。2014から2015シーズン、ロステレコム杯と NHK 杯で2位となり、自身初のグランプリファイナル進出を決め、そこでは銅メダルを獲得した。欧州選手権でも銅メダルを獲得。 3年ぶりとなる、世界選手権は膝に痛み止めを打ちながらの、出場だった。SP は4位につけるも、FS では、ジャンプの飛びすぎ違反を犯すなどして17位、総合13位に終わった。2015から2016シーズン、ロシア選手権では5位となり、5年ぶりにメダルを逃した。2016から2017シーズン、中国杯で、 同メダルを獲得するも、ロシア選手権では7位に終わった。2017から2018シーズン、NHK 杯にて、自己ベストを叩き出し金メダルを獲得。30歳にして、グランプリシリーズ初優勝を飾った。さらに、スケートアメリカでも同メダルを獲得し、3年ぶり2度目の、グランプリファイナル進出を決めた。2枠を争うピョンチャンオリンピック代表は濃厚かと思われたが、 ロシア選手権で4回転ルッツを装備した若手さん、選手に敗れ総合4位。代表最終戦公開となる欧州選手権への派遣も見送られ、3度目のオリンピック代表落選となった。2018年1月に、コーチのインナ・コンチャレンコがジェスカ・モスクワからプルシェンコの創設したフィギュアスケートアカデミーのエンジェルズ・オブ・プルシェンコに移籍した際に同行せず、残留。 2018年5月8日、コーチをエレーナブヤアノワアに変更して、競技を続けていくことを発表した。ありがとうございます。